今年もやってまいりましたジャパン DIY ホームセンターショーということで、時間ぴったりで入れましたんで今日もね、動画何本かに切ってお伝えしようと思います。行きましょう。さあコバルテックさんに来ました。藤原さんの中でやってるんですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お世話になります。よろしくお願いします。どうもです。コバルテックさんはダイヤコアのメーカーって形になるんですか。そうですね、メインがコア。まあ、いろんなものをやってます。ダイヤのブレードから、はい、始まりコア、あの四式から鑑識のコアも、はい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 、やってます。でこれ私事前に見せてもらったんですけどかなり良いのでちょっと今日実演していただけるってことなんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こちら鑑識のハンドコアになるんですけれども、はい、鑑識のハンドコアのやっぱり今までの問題点っていうのが粉がやっぱり大きな問題として言われてきました。そうですね、はい、で粉が出ちゃうのでやっぱり養生をたくさんしなきゃいけませんよとか、はい、あと粉が出ちゃうので粉詰まりとか粉がみとかって言われるんですけど、はい、そういった問題が結構ありました、うんうん、あと歯が熱持っちゃうんで寿命が短いんだよねなんていうこともお客さんからよく言われました。はいはいはい、まあ、そういった部分をちょっとクリアしませんかっていうのが当社のこのジーンっていう製品の強みになりますので、はい、まずはちょっと見ていただければと思います。はい、まずはこれ下穴を、切り水をちょっと先につけますんで、ちょっと見ていただければと思います。鑑識のコアってことですね。でこちらまずは SDS でくっついてるんですけども、これ囚人シャンクと呼ばれる、シャンクですね。こちらに、ホースがつながって、囚人器にただ刺さってるだけの、はいはいです、よいしょ、こんな状態ですね。これ今なんか継ぎはぎのように見えるんですけど、これが本当に純正の形になるんですか。これ純正の形になります。そういうことですね。はい、だいたいここが径が38ミリになってまして、はい、スッとはまるような仕組みになってます、うんうんうん、でここから19ミリのホースに変換しているような形です。そういうことですね。で19ミリにしているのもやっぱり職人さんユーザーさんが、やっぱり作業している時に小回りに、まあそうですね、効かせるために、細身にしてます。はい、 OK です。ではじゃあちょっと水をつけていきます。はい、まだ出ない。全く出ないですね。この段階でも、もうほとんど出ません。うん、はい、でではじゃあセンターピン抜いて、はい、全体にいきます。通り、はい、粉があると養生しなきゃいけない、はいはいはい、あとは粉が噛んじゃうなんてことも、うん、まあ、これでもうまずないですよと。で先ほどお話ししてた歯の熱ですね、はい、こちら触って大丈夫。あ、触って大丈夫ですね。はい、触ってください。あ、全然ぬるいっていうぐらい。あ、全然全然大丈夫です。はい、あ、すごい。それでは逆に、はい、囚人器を使わないで。あ、いいですね。はい、 OK OK OK、 やってみましょう。はい、やらない。同じ場所に次遠くから撮るんですけど、あ、どうぞどうぞ。はい、はい、これかなり体重かけてるんですよね。これが粉詰まり、はい、はい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 、噛んでしまう状況です。もうそうなると抜き差ししなきゃいけないので、はい、実際作業する方は非常に時間がかかってしまいます。で、なんとかして今これ抜きましたよって言った場合、これだけの湯気が見えます。これは触れないですね。これぜひ触ってくださいって言いたいところなんですけども、これやばいですね、はい、これだけの、うん、もうこの辺でここだったらいいかな。はい、あー、いいですね。いい温度ですね。はいはいはい、そうですよね。で、今ちょっとしか先行してないんですけど、はい、もうこれだけの熱を持ってしまう、うんうん、ダイヤは熱に弱いもんですから、はい、やり続けるとチップが焼けちゃって、まあ、はい、でなので皆さん鑑識の歯は寿命が短いっていうのをやっぱり皆さん口揃えておられるのはここにあります。はいはいはい、はい、ここでやっぱり歯を冷やしてあげることで鉄筋が入ってるコンクリートも、上手に先行することができます。鉄筋当たっちゃっても大丈夫なんですか。大丈夫です、はい、さっきというか今ものすげえ体重かけてるじゃないですか。はいはいはい、いいんですか、あんなかけちゃって。大丈夫です。本来やっぱりかければかけるほど粉を噛んじゃうのが
あるんですけど、はい、当社の製品基本全部粉を吸ってくれるので、はい、粉が噛みにくいっていうやつになります。で、私今下向きでやってました。やってます、はい、確かに。本来は多分壁なので横向きがメインだと思うんですけど、はい、今下でも吸い上げてるんで一番劣悪な環境なんです。あ、そうかそうか、そうですね、はい、はいはいはい、持ち上げてますからね。そうですね、はい、横の方がもっと吸ってくれます。うんうんうん、はい。で、実際この下向きでやられる方、外交コーチのフェンスやられる方なんか、はいはい、実はこれ、使っていただく方も結構いらっしゃいまして、うんうんうん、今までは水を使ってやってたっていう方もいるんですけども、はい、狭いところで、フェンス立てするときは粉感じゃった時も吹っ飛んじゃうこともあるので、うんうんうん、非常に危険なので、はい、ぜひともこういったもので、はい、使っていただくと非常にいいかなと思います。安全に作業で現場もきれいに、うんうん、はい、なります。で、本当に養生代がまず本当かかってきませんので、はいはい、非常にいいかなと思っております。この、はい、これなんで変な棒がビョンって出てるんですか。これですね、はい、これもしホースをつけなかった場合で、ちょっと回してみますが、こんな場面あるんですか。あ、今試しにってこと。試しにです。あ、なるほどなるほど。たまに、こうやってやった時に、うん、回転しちゃうことあります。なるほどなるほど。で、そうした時にサイドアームにしっかり引っかかってくれるように、うんうん、あえてこういう風にして安全防止、安全のための、そうですね、そうですね。これがぐるぐる回ってしまって、うん、こういったところが何か硬いものに当たってしまった時に、はい、この囚人チャンクが破断してしまったりすることがあるかもしれないので、はい、注意のためにこういうサイドアームかかる、ね、よくわかりました。あと、ここも塩ビでできているのも手に当たった時に怪我しないように、あえて折れるように設定してます。そうですね、はい。これ買い方知りたいんですけど、はい、これがわかりやすいのか、このポップが。あ、そうですかね。 SDS の口と、はい、これが六角の口。そうですね、好きなを選んでくれと、はいはい。で、あとはホース、はい、囚人ホースを買っていただく。うん、これ1回目だけどうしても必要なものに。最初はそうですね、はいはい。で、その後にあとは必要な刃を。あ、結構種類ありますね。はい、はい、あると。あ、なるほど。な感じな。これ刃は、はい、じゃあ、ダイヤが、まあ、いずれは減りますわね、はいはい。減ったらもうポイ、本来であればもうポイなんですけれども、はい、実はですね、本来なくなってしまったら皆さん産業廃棄物として捨ててるのが現状です。そう、はい。でも当社の方に預けていただければ歯の付け直しをします。で、そうすることで新品同様に復元して新品よりもお安くご提供できます。やっぱ安くなるんですね。はい、いい振りでしたね。いや、ありがとうございます。完璧だ、はい、なるほど、はい。なので、本当に先ほど歯を見てもらった時に歯が冷えてくれる、はい、こういったところで寿命が実は伸びます。切れ味は持続してくれて寿命は3倍ぐらい平均ですけども伸びてくれますので、まあ、そう考えたらコストダウンに必ずつながっていきます。で、プラスこういった部分でのコストダウンもかけられます、はいはい。で、さらに養生費の部分でもコストダウンになります。確かにそうだ。作業時間噛むことがないので、それも時間的なコストダウンにつながってきますので、使えば使うほど本当にコストダウンができるという形になります。で、なぜこんなにコストダウンのことをうるさく言うかというと、はい、実際穴を開けられている方、はい、メインの仕事は設置ですとか、うんうん、パイプを通したりっていうことがメインになるんですけれども、うん、やっぱり穴を開けられることにはなかなかそこに改善を、してこれなかったっていうところがありますので、うん、当社の方でぜひ、バックアップさせていただければなと思っております。完璧、練習したかのようなすげー、はい。あとはちょっとあれですかね、ちょっと物のさらっという感じでいいかなと思うんですけど、これが今コンクリート系だったんですけど、建材系の、なんて読むんですか。ガルです。ガル、はい、ガルバニウムのガル。そうです。おお、なるほど。オッケーオッケー。本当はガルバニウムって GL なんですけど、はい、GL だとギャルになっちゃうんで。あー、そういうことか。GL、 あー、そういうことですね。オッケーオッケーオッケー。これがちょっと建材用の形で、うん、ガルバ、うん、木材とか ALC 石膏ボード、うん、そういったものなんかも抜けるように、一気通貫で抜けるような形でやってます。これがちょっと実際抜いてきた、はい、形にはなるんですけども、要はガルバから防水シート、合板、はい、断熱材ですね、うんうんうん、であと石膏ボード、はいはい、こんなイメージで抜きましたっていう形になります。実際は結構やっぱりこうバリが出やすいんですけども、うちのは基本バリがなく非常に綺麗な形で抜けてます。向こうから抜いてきたってこと。はい、これボード側から抜いた場合です。あとガルバから抜いた場合、まあ、こ
っちが綺麗なの。あ、でもそっか、全然あれなんですね、やっぱバリバリになっちゃうんですね。そうなんです。ちょっと裏側も見てみますかね。はい、え、これ本当に嘘なくやってるんですか。やってます。で、ガルバー側から行くとやっぱりボード側バーンといけちゃうんですけど、まあ、そうっすよね、はい、うちのやつ。これはちょっと信じがたいですね。本当に今ここにないものは唯一粉なんです、はい、比較できるのはやっぱり実際は囚人機能付きなので粉の量が圧倒的に違います。あ、少ないわけだ。はい、こっちはボード側でから開けた場合ここに粉がものすごく出ます。はいはいはい、今度はエアコン設置なんかでボード側から開けるなんてことは多分しないと思うんですけど、皆さんガルバ側から開ける、はいはいはい、ただ当社のやつは内側から行っても綺麗に抜けますよという修理しながら、はいはい、なのでエアコン設置してるときに施主さんがこう、うん、粉まみれのものを見て、うん、いや大丈夫かしらって心配になることもなく、うんうんうん、はい、先行できますね。これ動画とかあるんですか。開けてるところの、ま、いずれ出る、いずれ出しますね。今出してるのはあと程度の動画なんですよ、はいはい、さあこれが本当に形になって家の中から開けてる場面も多分映りますもんね。そうですね、はい、ただ実際の家っていうのは多分ないか。いや、なんか私らがちょっと付き合わせてもらえるんだったらいいんですけど。なるほど、はい、そうですね。本当かなこれ、すごいですね。楽しみにします。そうですね、はい、OK、近日発売。こっちは近日発売、はい、で、ジンの方が、近日うちの方にも入るんですよね。はい、在庫としておきますんで、はい、はい、見れるようにしておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。